はい、酒好きな元新潟市の飲酒動画でーす。今回は、松竹梅の天。これ、宝酒造ですね。天です。日本酒ですね。こちらが、国産米 100% 使用。二段酵母仕込み。コクがあってすっきり辛口。原材料。原材料は米加工国産。米麹加工国産米、醸造アルコールと糖類と酸味料となってます。こちらは、製造者が、宝酒造株式会社となってます。これね、これ料理仕様に持ってたんだわ。ちょうど。これ料理仕様に買ったんだけど、あ、よくよく考えたらこれ飲もうぜ、みたいな。最近、あれ作ったんですよ。牛丼を作ったんですけど、その時にこれを使ったんですね。それを開封したんですけど。あ、よくよく考えたら、これレビューまだしてねえなと思って。ね。これをレビューしたいと思います。松竹梅天は、二段仕込みにより、二段酵母仕込みにより、コクとキレの同時の実現をしたお酒です。また、天の文字、デザインは、なんとか氏の作品を使用し、なんとかかんとか、日々の晩酌酒として、家庭の料理とともに、心ゆくまで お楽しみください。二段酵母仕込み。清酒のコクに関わる成分である琥珀酸を多く作る酵母の、酵母と発酵が旺盛で、雑味成分による、いや、めんどくせえ。飲み頃温度が上巻、かっこ45度前後となってます。お酒の味わいはそこそこ辛口、そこそこ淡麗。で、日本酒度がプラス3となってます。お高い。カップ酒なのに、カップ酒っていうかパック酒なのに、高いな。へぇー。意外と高いですね。これは期待できる。プラス3はなかなかあれですね。なかなかないですよ。カンピー。うん。まあ意外と悪くはないですね。うん。そこそこ辛口の。うん。うん。ちょっと、なんて言うんだろうな。特に、あれはない。特に言うことはないんだけど。確かに辛口ではあるな。なんだろう。なんか実にあれに困るな。コメントに困るな、これ。松竹梅天。コクがあってすっきり辛口の定番酒。松竹梅天。まあ、もともとこれあれだから、だって。料理酒用に買ったんだから、これ。ああ、全然美味しいっていうか、美味しいってこともないけど、なんか、普通の感じの普通なんだけど、なんやろ、全然別にまずくはないんだけど、普通すぎて、特にコメントもしづらい。
難しいっすね、これは。これ難しいな。てか関係ないけど、松竹梅ってさ、日本酒俺飲んだことないんだけど、これ美味しいの？よく売ってるけどさ、飲んだことないんだよな。松竹梅は俺飲んだことない。松竹梅ってやつね。昔からあるやつ。これ昔からあるんやけど、飲んだことないですね。すごい！樽詰めも売ってるよ、これ。樽のやつ。容器72リッター、36リッター、18リッター。なんてのもある。ひえだから結局宴の時に飲む酒みたいな感じなんだろうね。はぁ、なるほど。まあ、今度松竹梅も買ってみるか。パック酒。なるほどね。でも特にさ、言うことないけどさ、なんだろう、この日本酒ってこんなもんだよっていうのが、これですね。まさに。特にないんだけど、まさに料理酒としては別に申し分ない、酒っていう酒。パック酒、だから、丸とかさ、あるじゃん。パック酒さ、丸とかあるでしょ。例えば、あと、菊正とかさ、まさにあれだよな。これ、いろいろ飲んでみるのも、面白いかも。パック酒、ガブ飲み大会、果たして大手の安酒はまずいのかっていう、地酒マニアが徹底検証っていう記事がありますね。一応、俺は多分全部飲んだことないですね。沢の、ちょ、待って。米だけのお酒って売ってるじゃん。これは飲んだことある。確か。確か、飲んだことある。これは確か飲んだことあるな。で、あと、菊正ピン。これは聞いたことある。てか見たことはある。当たり前だけど。で、3番が、高清水辛口パック。これ見たことない。4番、月桂冠の、山田錦。へぇー。あ、月桂冠はうまいんじゃないの？なんか、わかんないけど。月桂冠って言ったら鶴だよね。確かね。ちょっとこれ熱燗でも飲んでみるか。これちょっと熱燗でもいただいてみる。丸とかもあるけど、あれはなんかまずそうなイメージしかないですね。丸って。丸に関してはまずそうなイメージしかない。これが全部でですね。全部でどれが一番うまいか。
米だけのお酒がキリッとした感じの辛口テイスト、意外とうまいじゃん。菊正ピンが、いわゆる昔の感じのぐわっとくる甘いお酒だ。全然飲めるけど、若い人には好かれなさそう。高清水の辛口パックは甘さが少なくガッと辛口がくる。これは辛い。濃い。刺身より、煮魚って感じ。さすが秋田。4番が、月桂冠の、山田錦。他と違い、かなり、淡麗な味。綺麗な味ではあるが、安酒的な味の薄さがある。ああ、なるほどね。とか、いろいろありますよ、これは。本当に。冷酒で飲んで対決。常温で飲んで対決。ぬる燗で飲んで対決。熱燗で飲んで対決。結論。パック酒だって美味しいじゃん。かっこ、ただし、常温を除くって書いてある。常温は、まずいらしい。なるほど。常温はまずいらしい。でもさ、ぶっちゃけた話さ、常温で飲むのはさ、あれじゃないの。熱燗とかにしたらさ、絶対味がさ、わけわからなくなる。熱燗にするとさ、味がさ、もうさ、だいたい辛くなんねん。熱燗とかにすると。で、香りとかよりも、アルコールの、が揮発するから、それのアルコールの香りになってくんだよね。だから、米の味もクソもなくなるんだよね。だから、日本酒ってやっぱり、まあ、なんでもそうなのかもしれないけど、冷やして飲む。とか常温で飲むのがやっぱり一番うまいんちゃう。常温がやばかったです。これは美味しくない。パック酒は絶対温度をいじって飲むべき。ここから推測するに、いいお米を使ったり手間暇かけて作ったりすると常温に差が一番出るんじゃないかな。とにかく常温はおすすめできない。普通に俺常温で飲んでんだけど。なるほど。冷やすか、あったかくするかっていうことなんだろうね。これ面白い企画ですね。ああ、月桂冠は月とか、あとあれか。白鶴が丸でしょ。この月桂冠月と白鶴丸に関してはもうまずいイメージしかないんだよ。完全に。へえ、紙パックなのに新鮮。菊正。これなんて読むの？菊正。これ菊正でいいのかな？菊正の絞りたて。だって。へえ。これがすごいうまいらしいぞ。1位だって。一番ランキングでコスパ最高で美味しい紙パックだけ、ランキング。10位が、なんとか貝の酒、超辛口。9位が、福徳町、純米酒、蔵人の隠し酒。8位が、月桂冠、山田錦純米パック。7位が紙パックの、大定番、月桂冠付き。あー、結構あれランキング上だね。6位が年中楽しめる白鶴丸。
語彙が確かな飲み応えあり、菊政、ピン淡麗仕込み。あ、自他。4位がバランスの取れた神酒。黒松、白鹿、純米酒パック。第3位が月桂冠上撰。はぁ、あ。第2位、菊政上撰。1位、菊政絞りたて。菊政ってそんなに美味しいんかな？紙パックで菊政がなんか上位にすごいランクインしてるけど。そんな美味しいんですか？飲んだことないね、菊政って。じゃあ、熱燗いただきます。うん。うん、辛い。あー、でもそんなにあれだな。そんなに、なんだろう、カッパの、さっき飲んだけど、カッパデミタス。あれ、飲んだ感じだと、別にあれやな。うん、まあ普通に美味しい。うん。うん。うん、普通に美味しいですね。そんなに酸味もなく。で、うん。うん、これあれだな、熱燗合うな、これな。これ絶対熱燗の方が合うだろう。これは熱燗の方が美味しい。この天は。うん。うん。これ今度いろいろ買ってみよう。日本酒のパック酒。パック酒の、やついろいろ買ってみよう。あ、これこれ、この越後桜ってやつ、俺昔、すっげえうまかったんだけど、木桜じゃなくて。これ越後桜だったかな。俺昔飲んですっげえうまかったの、越後桜の白鳥蔵っていうやつ、のパック酒のやつ、すっげえうまかったんだけど。越後桜ってあれどこ行ったの？うん。越後桜だったか、木桜と間違えたわ。越後桜だ。俺うまかったと思った。越後桜ってあれどこ行ったの？越後桜って、あ、越後桜酒造、商品。あー、これ、新潟県限定だ。新潟清酒白鳥蔵ってやつ。あー、これ、新潟限定なんだ。うわ、日本酒のプラス7だって。新潟清酒越後桜白鳥蔵。はぁ。うん。越後桜美味しかったよね。俺、越後桜好きだったもん、本当に。越後桜、そっか、新潟限定か。これどこの会社だ？新潟県阿賀野市ってすっげえ近い。結構近い。地元にすげえ近いな。白鳥蔵。これ今度ちょっと買いたいんだけど、アマゾンに売ってない。越後桜。新潟限定だからな。売ってないかも。パック酒なんだよ。
パック酒なんだけど、すげえうまかったもんな。これ、昔飲んだんだけど。越後桜白鳥蔵。2リッターパック。これすげえ。白鳥蔵じゃない、白鳥蔵だった。はは白鳥蔵じゃない、白鳥蔵だったよ。バカした。白鳥蔵だって。白鳥蔵だろ、普通に。なんて、にわか。にわかなんてレベルを、ぶっ飛んでるぜ。うん。白鳥蔵。これうまかったよな。ほんとに。楽天じゃなくても、アマゾンでも売ってますけど、送料が高い。多分楽天の方が安い。1000円プラス送料700円で、1700円ぐらいで買えるな。ああ。新潟県限定販売って書いてあるもんね。これ美味しかったんだよな。まあでも2リッターで2000円切るんだったら、まあ安いっちゃ安いんだけど。うん。白鳥蔵ね。越後桜酒造。はあ。でも、越後桜ってこっちじゃ見ない気はするけどな。うん。こっち、東京じゃまあ見ないですね。越後桜はね。ああ。うん。でも安いよ。参考商売価格2リッター1180円だって。はは、安っ！そう考えるとすげえ安いな。2リッター1180円、1200円だぜ。かぁ！ 2 リッター1200円って、恐ろしいほど安いな。これは、あれやな。欲しいけど、こっちじゃ売ってないし、まあネットで取り寄せるしかないっすね。うん。まあまあ。でも日本酒、うん、日本酒いっぱい取り寄せ、取り、うん、まあいいか。日本酒、うん、新潟県の新潟駅はめっちゃ日本酒売ってるからね。うん。あれは行ってみていいと思いますよ。うん。ということで、今度は越後桜買ってみようかな。いちご桜。これはね、この10はね、若干確かにコクがあるんだけど、甘み、香り、ともに、特に特に、言うこともないよね。香りも大してないし。まあ、甘みも大してないんじゃないか。これは微妙だな。なんか、煩悩すぎてなんか、もう使う、飲む機会がないというか、なんか飲む、なんか、平均点、全部平均点みたいな感じの、下げだね。2223です。ご視聴ありがとうございました。